はい、こんにちは。ヒカクゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2017やっていきます。今日はですね、ブロゾビッチ選手の確定スカウト紹介していきます。で、ブロゾビッチ選手はですね、インテル所属の、クロアチアの選手なんですけど、まあ、僕もかなり好きで、2017だと有能な銀玉として搭載されてたんですけど、2018ではちょっと上がって微妙に金玉に昇格するという、かなり渋い感じの上昇なんですけど、まあ金玉になるということで、まあ今のうちにゲットしていただきたいということで紹介させていただきます。で、能力値もこんな感じで貼っておきます。はい。で、ブロゾビッチ選手はですね、僕インテル経由でのスカウト確定組み合わせしか見つけられなかったんですけど、パターン A、B、C の3種類で、パターン A がインテルプラスクロアチアで、これを星3にしてもらえれば、確定になるという形になります。で、パターン B はインテルにクロアチア足してもらって、で、グラウンダーパスもしくはセントラルミッドフィルダー、攻撃エリアサイド、追い込みエリア中央、24歳以下、これどれでも大丈夫です。で、この場合はもう星を気にせず、確定スカウト作れますので、まあ星3でうまく調整できる方は A でいいと思うんですけど、もしうまく調整できないよって方はですね、B で狙ってもらえればいいんじゃないかなと思います。で、最後が、インテルに、セントラルミッドフィルダーにグラウンダーパス、これでも確定になります。はい、という感じですかね、になると思いますので、ちょっと、まあ、パターン C もこれ平均星3にしてもらわなくちゃいけないんですけど、パターン C がやっぱ一番安いですかね、普通に考えて。インテルだけ取ってもらえれば、あとは、試合後に落ちる報酬でゲットできますので、まあ、そのあたりで狙ってもらうのが一番いいかなっていうのと、まあ、余裕ある方は、インテルプラスクロアチア、クロアチアはそんな高くないですし、インテル、星3インテルあんのかな、多分あると思うんですけど、インテル星3とかだったらそんなに超高くはないと思うので、パターン A か B で狙ってもらうのが、パターン A か C で狙ってもらうのが一番いいんじゃないかなと思っております。はい。ということで今回ですね、ブロゾビッチ選手の覚醒スカウト紹介させていただきました。またですね、いろんな動画出していきますので、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。